マリオメーカーの実況をやっていきます。今日やるのはこちらのね、クリア率 0.54% のコース、ラバーオブラバーハイフライさんのコースです。これね、なるほど、砲台を渡って行けと。なるほど、この辺が出てくるから崩れていって高さ足んない。これ1回2回目で行けばいいんで、あお、メットをここに投げればいいんだが、これ矢印ヒントになってるんだね。1回2回2個矢印あるから2回踏めってことだ。オッケー。そんで、あれもまあ、ブロック2個あるから2回踏めってことだよね。クリボン右にやって、このドア、ドアなんだろうな。ドア。これコースの先を見せてくれてんのか？めっちゃ親切設定だ。リボンやって、はい。はい、ノー。おー、よしよし。え、そういう感じ。ああ。Z だからここもスピンだ。で、ああ、足んない。これ、ひょっとしてコインの高さで踏めば、ちょうど良くなってる。はい。そして、ボム兵をスピンで。はいはいはい。いいね、中間。え、めっちゃいいコース。めっちゃいいコースなんだけど。で、これをそしてスピンで踏んで、高さ足りるか？ボムでトゲソを崩して上引くんだよね。高さ足りんのかな？お、危ない。いける、なるほど。そんで、これは？Z、またスピンってこと。まあ溶岩あるからね、スピンで。はいはい、あー、そっか。ここでね、この後のブロック叩いてトゲソウ上にやればいいんだ。それで、はい。で、あー、できなかった。下向きで踏めばいいんだな。失敗しちゃったな。あ、間違えて下やり直しをやっちゃった。はい、叩いて。よし、いけた。で、これはどうすんだ？乗ってて。あ、これ下。このブロックか。先に踏んで、置かなきゃダメだったのか。踏んでら壊れる？そしてこれを？これを持って。やべ、滑った。で、ちょっとね、ちゃんと片側に乗って滑らんように。で、上投げか！よし。いいね、また中間。待ってよ、これどうすんだ？クリボンまた溶岩に置くことして。で、まあね、敵はスピンじゃないと、溶岩を起こした敵はスピンじゃないと踏めないからな。で、ボム兵を、クリボンを置くことしてスピンでボム兵を打って、これは？上にパウ、右にもパウ、土管の前に2つブラッパと、上やって、で、上に当てて、右にも当てて、ちょっと、どうやりゃいいんだ。
やっぱ頭がこんがらがってきた。ちょっと待って待って。あ、まじ。なんでやねん。ほいってやって、ほいってやって、あ、爆発しちゃったよ。やっぱでも、一回じゃダメだよね。プラパ生きとるもんね。ほい。ほい。あー。はい、はい、よし。それで今度はどうする？ボム兵、まあ矢印ある。もうこれ矢印結構親切なんだよな。ヒントになってんだよね。踏んで踏んで上のやつ当てて、あと届かんかった。よし。あ、やべ、頭ぶっ切るか。よし。ええ、この隙間に。よし。はい。できるできるできる。ああ、そっちね。なるほど。これ。よしよし。よしよし、あーし、ここで右に走り飛ばせばいい。よし、前に来た。これはバネでトゲソウ上に跳ね上げればいいのか。上げながら自分も、ほっ、あー、危ない危ない、落ちてくる。よしよしよし、クリアしました。すごい、すごいいいコースでしたね。はあ、これは、めちゃくちゃいい、テクニカルだけどね、親切なヒントもあって、すごい楽しいコースでした。ちょっとまたやりたいですね、このハイフライさんのコース。はい。で、お次の。次はね、クリア 0%、まあ9回しかチャレンジされてないから0% って言ってもね、アクアさんのコースボム、こちらの方やっていきましょう。まずボムが2つ飛んでくる飛んでくる。一応これコースの内容ちょっと知ってるんですけども、まずボムをああ踏めない。でね、ポン踏んで、いやいやいや、あれ、やばい、やばい、全然できない。おっ、あ、よし、あれ、あっち行っちゃった。ポン、よし、で、こ、あ、やばいやばい、そう、おーっと、これでね、コンビアに乗せなきゃいけない。ほい、ほい、乗せて、ここでね、ああ。しゃ、スピンで、ああ、スピンで踏みたい。踏んでいかなきゃいけない。ほい、ほい、ほいっとやって、ああ、踏めないな。ちょっと、だんだんできるようになってきたな。ああ、惜しい。惜しいんだが。やっと来て、あ、行き過ぎた。落ち着いて。ほい、あ、踏めなかった。そして、ここに出てくるこの辺で、踏んで、スピンで踏んで、あー。で、持ってね、向こうに持っていかなきゃいけないんだけど。よし、よし、来た。もったいないな。高さ中に高さ。しゃあ。ちょっと待って。さ、落ち着かんと。やった。よし、ここで上投げてから。うーん。ねえ、下置きで踏まなきゃいけない。よし。
しよしよしと。押してきた。オッケー。よし。やりました。いや、短いコースなんだけど、だいぶかかりましたね、これ。まあ、動画はね、編集してるけど、編集して結構短くしてるんでしょうけど、一部乗りいただきました。はい、ありがとうございます。いやー、結構ね、短いけど、難しい。結構難しかったですね。はい、というわけで、ね、今日は、ここまでにしたいと思います。よし、ご視聴ありがとうございました。